ってやろう、太郎です。ユー・アサオカさんからの質問です。コーナーを曲がる速度は事前にダウンフォース量などから計算されているのでしょうか？それとも最初からドライバーの感覚頼りなのでしょうか？やっぱりコーナー入る前ね、こうスピードメーター見てね、うわって俺今時速300キロ出てるぜ、うわ次のコーナー300キロでいけるかな、うわブレーキみたいな、それでコーナーに入っていく。このコーナーは250キロって言われたもんなって、250で入ってかなきゃっていう、よし250キロ来たぞって、え本当に曲がれんのかこのスピードで、ああブレーキ踏んじゃったって、バカ野郎お前またブレーキ踏み上がってみたいな、させーみたいなのことはないよとていうかスピードメーターってついてないよね。ついてますよ。あついてる、ドライバー見えるところについてますよ。あのテレビの画面上だけじゃなくてついてます。あついてる、ついてるっていうか、まあ出せるし出してる人もいいし、うん、まあそんなに出してるけど、うん、大して重要じゃないと思ってる人が多い。多分レーシングカーでその速度でどうのこうのっていうのはないよね多分。うん、うん、そのまっすぐコーナー曲がるときに多分まあ、乗用車ね乗ってる時にはこう自分がねこうスピードメーター見ながら首都高のあのコーナーは250キロで行けるんやでとか、端から端まで突っ込んだら250で行けるんやで、そういう感覚でね、絶対真似しちゃダメです。そうだからこうスピードメーターとなんかその運転がちょっとこう連動してる部分があるかもしれないから多分こういう質問されたのかなと多田さんは勝手に思っちゃったんですけど、ドライバーにだからあのコーナー何キロって聞いてもよく分かってない、ね、分からないっていうところも多分ね、うんうん、いや知らねえっていう、うん、結構出てんじゃないですかね200キロぐらいかなみたいな、うん、まあ何速で何 どんぐらいの感じでっていうのはよくあるんですけど ね、うん、それも結局その時のタイヤの状況とか、うん、もちろん燃料搭載量によっても全然違ってくるし、うん、違うし本当にもう感覚ですよ、ねよね、もちろん理論上計算上はこのダウンフォースのセットアップでこのタイヤ履いてれば、うんこのコーナーは何キロで走れますっていう数字はありますよ、はいはいはい、シミュレーションの数字はありますと、まあ、それがだから事前にラップタイム何分何秒って予想で出てるやつとか、うん、あとシミュレーターで走ったやつあるんで、うんまあ、数値はありますけど、うんまあ、実際その時の路面の温度にしたりしたって、うん、グリップのレベルにしたってやっぱ違うので、うんでそれとタイヤの組み合わせとセットアップと燃料搭載量とで、うん、シミュレーション上はおそらくこんぐらいいけるよねって、うんまあ、出せますけど、うん、結局そこ通り走れるのかむしろそれを上回ってきちゃうのかっていうのはドライバー次第だから、うんまあ、ドライバーが理論上このコーナー250キロで行けますって言われても怖いと思ったら230になっちゃうでしょうし、はい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 、いやいけると思ってなんかそのシミュレーション上だけじゃないなんかスペシャルな走り方して260キロで回ってくるかもしれないし、うんはたまた260キロで走ったとしても次のコーナーの出口から立ち上がりが苦しくなって、うん、トータルではコンマ1秒遅いよってこともあるし、はいはいはい、230キロで走っても立ち上がり速くなることによって、うん、いやこっちの方がトータルで言うと、うん、コンマ3秒速くなりましたってこともあるから、うん、そのコーナーだけでは語れないですけど、うんまあ、基本は理論上の数字はありつつ、うんまあ、それができるかできないかとか、うん、それ以上出せるかどうかはドライバーの感覚次第、うんもちろんレース中はどんどんタイヤの状況も燃料搭載量も変わってくるし路面コンディションも変わってくるんでこのコーナーは250キロですっていう明確な数字はないですよね。常に違ってくるっていう。それだとスタート直後一番遅いですからね。重たいからね車が最初と最後で110キロも違うわけですから、うん、なんかまあデータとしてはなんかそういう知識があったとしても実際はもうその時のリアルがその時の感覚で、うんうん、やっててで、まあ、それが、ねまあ、練習の後だったりレースの後だったり振り返った時にこうだったねああだったねっていうのが実際の数字で、うんうん、また当てがわれてドライバーがああだったかこうだったかってじゃあ次はもっとこうこれぐらいいけるなとかあれぐらいいけるなとかだからやっぱ結局感覚ってことだよね。まあでも F1 ドライバーレベルになると本当に同じ車に乗ってる人だったらもう車速比べてもほとんど違いないですからね。あれすごいよね本当にもう車のギリギリ限界を使ってるっていうね車とタイヤの限界を自分で分かってるでしょ。だってコンマ何秒ロスしたとか、まあ、それはデルタが常に出てるんでプラマイ出てるんですけどでも合わせていけるわけでしょ、うん、あそこであとコンマ1秒削れるとか、ね、削れるとか、うん、あそこはチームメイトよりちょっとここブレーキング早かったからとかーコーナリングボトムスピードちょっと遅かったからあとコンマ1秒削れるなみたいな、うん、恐ろしいことしてるよね本当、うん、
それがみんな恐ろしいレベルで揃ってるっていうのが不安の凄さですよ ね。下位カテゴリーだとこうはいかないですよ ね。バラつきやっぱ大きいので、だからやっぱり F1 ドライバーになれる人にはちゃんと理由があるってことですよね、うんうん、でそれもマイラップずっと同じ走りができるっていうのが F1 ドライバー、ね、バラバラじゃないもんね、うん、そこが本当。それもなんかタイヤのデグラデーションってよく言いますけど、タイヤがデグラデーションしてるのが分かるのは常にそのタイヤの限界で走ってるからデグラデーションが分かるんで。ああ、ね、そういうことね、はいはい、タイヤがいくら落ちててもタイヤのなんか 30% ぐらいしか使えてなかったらボーンタイヤ落ちますからね。はいはいはい、で次の週またバーンって上がっちゃうし、いい走りしたら。なるほど、うん、はい、ということでねございますので、まあ、いろいろ計算とか別にしますけれども、うん、まあ、走ってる時っていうのはその数値がこう体に染み込んでる上での感覚、うん、だから研ぎ澄まされたところで、うん、まあだから今のこの車でこのサーキット走ったら、うん、このコーナーはこれぐらいのスピードで入ってても大丈夫だなっていう感覚で走ってるっていうところだから、本当に一番初めて走るサーキットで最初に走る瞬間は、まあそれはどんなドライバーだって手探りですから、最初からまあシミュレーション上200キロのコーナーにじゃあ210キロで入っててみようかなはないですよね。それでうまくいかなかったら飛んでっちゃうわけだから、そこを最初に200って言われたら200で行くのか180ぐらいから行くのか、はたまた150でしか行けないのか、で200まで行くのにどれぐらいかかるのか、はたまた200プラスアルファ出すのにどれぐらいかかるのかっていうのはドライバーによって差はありますけど、でもまあ F1 ドライバーはやっぱそこがすごいから、初開催のサーキットでもまあみんなほとんど差がないじゃないですか。確かにそうだね。だしみんなが 何年も走ってるサーキットでルーキーが初めてポンと走ってもいきなり3秒遅いとかないじゃないですか。ないね、ないないない。そこはやっぱすごいですよね、何まで来る人たちっていうのは。うう、まあ、もちろんシミュレーターとか使って、ね、事前に十分準備できるっていうのもありますけど、やっぱシミュレーターと実写全然違いますから ね、やっぱりね。ということでございますよ、分かりいただけましたか今回のこの動画、ね、コーナーを曲がる速度は F1 ドライバーの研ぎ澄まされた感覚によって行われている。よく分かったよっていう方はいいねボタン、チャンネル登録、F1 ライフパーカーは概要欄からよろしくお願いします。あなたです。今のライフの発音、R の発音だよね。F1 ライフ。カタカナ、カタカナ。